富山県の黒部湖と黒部ダム全国各地に見られる谷をせき止めて作った灌漑用の人造湖の一例昭和地人造湖とは人為的に作られた湖のこと人工湖ともいいまたそのような水を貯める施設を貯水池、貯水湖などという人が建設したダムによって河川がせき止められた結果出来上がったダム湖はこれらに含まれる自然湖あるいは天然湖に対して この言葉が用いられる。人が人工的な湖を作る理由は、水力発電、灌漑、上水道、工業用水道などに利用するため、大量降雨時の河川の水量を調節して、洪水を防ぐためである。そのため、ある一定の位置に水を蓄えるための容器となる湖を作り、そこから水を引くことで、半ば安定して水を供給することを可能としている。 特に大規模なダメ湖においては、設置前と設置ごとでは、付近の環境ががらりと変わるため、自然環境を主として非常に大きな影響を及ぼすほか、設置後も様々な問題が紛失することがある。ありがとうございます。